どう見ても国宝、スノーマン・ナウール、脅威の股下に釘付け黒スーツ姿の異次元スタイルに、顔小さすぎる。スノーマンのラウール、20、が16日までにインスタグラムを更新。自然の中で撮影したモデルショットで異次元のスタイルを披露した。この日、ラウールは、フォローザプラントスエグザンプルという一文を添えて、スペインで撮影したモデルショットを公開。写真のラウールは、大自然をバックに黒スーツ姿で小顔ぶり&脅威の股下を強調するようなポーズを決めていたり、クラシカルな建築物内でユニークなポーズを決めていたりと彼にしか出せないアートな世界観が感じられる。ラウールさんはインスタグラムで定期的にモデルショットを公開しており、個性的なコーデにもたびたび挑戦。ラウールさんにしか似合わないようなインパクトのあるアイテムを難なく着こなしており、ファンから芸術すぎると反響を呼んでいます。海外でもモデルとして通用する抜群のスタイルはもちろんのこと、ラウールさんの表現力もまた魅力的ですよね。女性誌ライター、ラウールのパーフェクトスタイルが強調された黒スーツ姿に、ファンからは、異次元のスタイルがスペインの空気に馴染んでる、海外のモデルさんに負けてないよ。めっちゃ足長い、本当にスタイル抜群、しなやかさも伝わる姿最高すぎる、どのポージングでもようになるよな、ラウールって、と絶賛の声が寄せられている。どう見ても国宝なんだよな、顔小さすぎる、といった反応もあるラウールのモデル姿。イケメンという表現では足りない、圧巻の美しさだ。